はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間にお付き合いいただきます。今日も暇なの P さんです。まあ暇ってことはないよね。いつかお仕事をちゃんと終わってですか。お疲れ様でした。お疲れです。はい、それでですね、今日、お仕事中に昼間お電話いただいてですね、鳥取県から A&M ガレージさんお電話いただきました。ありがとうございます、まあ、なんていうか、こうやってお仲間さんとね、お電話気楽にいただけるっていうお付き合いできてるのは非常によろしいことかと思っております。で、どうしたのどうしたのなんて言ったらね、 A&M ガレージさんが、第二子誕生のご報告をいただきまして、お嬢さんが無事ご出産ということでね、おめでとうございます。おめでとうっていうようなお話をさせていただいてね。第2子か。で、上の男の子だから下が女の子で、一番なんかな、ね、長女、まあ、うん、ね、まあ一姫二太郎っていうのはまた女の子の上で逆なんだろうけどね。いや、でもね、お兄ちゃんが妹をこう守るテイストみたいなのも、うちは逆だからさ、あ、お兄ちゃんが妹を守るテイストみたいなのも、まあまあ、それもそれでね、まあ微笑ましいかなとは思うんだけど ね、まあまあ、そんなんでね、だからまあちょっとそろそろね、あの鳥取にはね、鳥取にはねあのなんかもう、あの崎陽軒のシウマイでも送ろうかなというところで応援、いつも応援してもらっててね、はい、なんだけど、ちょっとタイミング的には、あのほら、出産祝い的なことも重なってくるなと思って、うわー、参ったなー、うーん、ちょっとなんか、まあ、なんか考えます。で、まあ、うん、なんですよね。で、まあね、せっかくお嬢さん生まれたということで、命名花子あ、勝手につけちゃダメ、あ、勝手に名前つけちゃダメ、まあ、僕がつけることはないと思うよ、一生懸命一回でね、あの A&M ガレージさんが、あの娘生まれてきちゃって、まあ、やっぱ心配みたいなね、ことを言うわけですよ。あの、嫌われたくないとかさ、そうね、なんかうちのご近所もほら、お父さんの洗濯物と一緒に洗うなとかさ、お父さん臭いとかうざいとかさ、うん、まあそうね、言われたらすごく悲しいですって言ってたけど、うん、俺なら悲しいどころじゃないよね、もうね、俺死ぬねって言われたら娘にそんなことやったら死ぬね、うん、うちはそれないんです。うん、いや、それだから言わせちゃダメでしょ、そんな、もうほんとね、いや、だいたい、あの、いやいや、お父さんなんかうざいしなんて言ったら、もう引っ張ったくよ、うち娘といえども。ですよね、うん、まあまあ、そんな育て方したらあかん、うん、だからそうやって、なんで娘がそういうことを 言うんだろうっていうのは不思議でしょうがないんですよね、うん、いつがね、だってもう最初喋れるぐらいになった時、もうパパ好き好き、パパのお嫁さんになるが、え、なんでこう可愛さ余って憎さ100倍みたいなことなの、憎悪がなぜそんなに芽生えるのか。でも今、なんだろう、時代がこういう時代なので、あのお母さんが厳しくて、うん、パパの方が優しいっていう娘さん結構いらっしゃるみたいですね、うんうんうん、昔、一昔前はね、うん、パパもうなんか1週間ぐらい喋ってねえけどみたいな、ね、そういうお父さんがいたじゃないですか、腰一徹みたいなんでね、うんうん、で仕事仕事で帰ってこねえし、口も聞かねえから、ああ、別にどうでもいいやみたいなことは、ね、昔よく聞いたけどね、最近のパパさんなんかさ、あのイクメンだなんだなっつって、ちゃんと、うちらぐらいの世代のパパって、もう高校生ぐらいの子供がいてさ、すげえ子供と仲良かったりなんて、そうですよね、聞くけどね、まあどうなんだろう、まあA&M ガレージさん頑張ってくださいよ、もうとにかくもう娘はね、まあ男には分かんない生き物だから、ちやほやしときゃいいっすよ、よく分かんない僕も娘よく、もう娘の考えたことさっぱり分からない、うん、うちは結構ほっぽりっぱなしかな、うん、あ、まあ奥さんもちゃんと見ててくれればね、うん、あ、男なんていざという時にねだけ出ていけばいいかなとは思うんだけど、ね、あ、まあ頑張ってください、あ、そうですね、まあ、楽しみですよね、うん、奥さんのことも気遣ってあげてください、ね、はい、そして、はい、尺取りすぎまして、本編がだいぶ、ギュッといかなきゃいけません。ワイズファクトリー、一応バイク屋なのでバイクのお話を少し入れさせてもらうと、今日ね、お仲間さんからちょっと、YouTube の方コメントいただいたんですけど、ハーレーのオイル交換なんかお願いできないのかしらみたいなね、お問い合わせいただいたんですけど、まあ本当に申し訳ありません、本当にね、ハーレーやらないぜみたいなことではなくて、うちではあのハーレーの
工場入庫ね、作業メンテナンスをね承ってないんで、ちょっとあの丁重にお断りさせていただいたというか、うん、すいませんハーレーはメンテしないのでっていうコメントをね心苦しいんですけどさせていただいて。オイル交換はやんないですか？オイル交換ね、だからまあなんつうんだろうな、うちがねハーレー手出したくないのはそのノウハウがさないというか、例えばこの車両にこのオイルは噛んだろうとかっていうのもわからないし、言ったらパッキンなんかも どれパッキンなんかねもうどうなんだとか、まあ、なんつうかね僕の知らないツボがあると困るんですよ、うん、言ったらオイル交換なんかで関わってしまうと何かあった時に、じゃあ俺の変えたオイルのせいで何かあったとかっつったら最悪エンジンばらさなきゃいけないとか、大げさだと思われるかもしれないですけど、やっぱりね空気圧のチェックぐらいまでかな。もうほんとパンクの修理とかねタイヤ交換とかでもう関わっちゃったらやっぱり最後まで面倒見たいっていうのが心情ですよ。それがきちんと最後まで見れないんだったら最初から触らないっていうちょっとポリシーを持ってますんで、だからまあちょっと入り口からね、で店頭で原付に関しては僕が部品の取り寄せをできない外国のメーカーのスクーターがご来店あったりするんですけど、はい、あるんですよオイル交換とタイヤ交換、はい、でこれ後々僕メンテできないですよって、うん、ここで関わっちゃっても、うん、っていうご説明はちゃんとした上で、うん、ご了承いただいた上でオイルとかタイヤとかの交換を僕のできる範囲内で受け止まることがあるんですけど、まあ、当然うちでできるのはオイル交換タイヤ交換ぐらいまでですよみたいなこういう大雑把な話すると、ああそうなのかって当然ね断られたことも、あじゃあいいですっていう話もまあまあほとんどないけどね、買う方なんかもそういうの承知の上でそういう車両買ってるみたいだから、まあ、あんま断られたことはないんですけど、一応念のためにねこういうお話はさせていただいて受けたまわるようにはしてます。だってねおはようからお休みまで、だから僕なんか前にもお話したことあると思うんですけど、でもまあ知らない人多いか、中古車扱う時も、国内用メーカーでね、でなるべく鈴木、自分でおはようからお休みまで面倒見れない車種をね扱ってお客さんに販売っていうのはちょっとできないので、まあ100万歩譲ってで国内4メーカーまでかな中古でな、確か、まあ、数台例外はありましたけどね、本当例外中の例外で、数台あったような気がするけど、基本的には国内4メーカーで、やっぱりアフターのことを考えるといろいろフィードバックして差し上げられるのがスズキがやっぱり熱いので、やっぱり中古車扱うのもスズキがやっぱ優先になりますよね。程度のいいホンダ車、来たけどちょっと扱いにくいなこの車両、オークション出すかとかね、やっぱり店頭に回ってくるのは鈴木車が多くなりますね。それは後のアフターのこともあるし、ね、じゃあもう最後まで面倒見れる車両であれば、修理そうそう一般整備等はね受けたまわりますけど、まあそうですね、ハーレーとかってなっちゃうと、やっぱりねいやオイル交換ぐらいならいいですよって言って受けたまっちゃうと、じゃあその後じゃあどこまで、ね、OK なのと、うちのことをよしと思っていただける方が、じゃあオイル交換の次はここまではどう、ここまではどうっていうと、じゃあ僕もどこまで見れるのかなってことになっちゃうのでね、あんまもう関わっちゃったらやっぱり僕も最後まで見たいと思うので、でもそれってねうちで鈴木中心にやってて国内4メーカーのメンテナンスやって一人でやってるにもかかわらず、じゃあハーレーだ、次お仲間さんがドカティだ、どうかね BMW だとか、もう取り留めなくなっちゃうからピンポイントでそういうメーカーのことをこう勉強したり部品取り寄せられるようにって言ってね、まあせっかく部品取り寄せられるようにねピンポイントでやったんだから、じゃあやっていこうかとかね、部品の入手経路を拡大していくとかってものすごく大変なので、やっぱそこはねちょっと申し訳ないんですけど、手広げないで、こんなご時世だし趣味も多様化してるからこそこんな小さい店は、絞ってった方がいいと思うんですよ戦略上はね。飯が食えないから何でもやるべきだって言われてできないことに手を出すよりも、できることに絞ってって数をこなす方向に僕はシフトしてるので、だから気悪くしないでいただきたいんですけどね、ちょっと外車とかのメンテナンスは例えば自分でできる
なと思った作業でも工場の中に入れてしまうとそこから始まってっちゃうとキリがないので一応お断りさせていただいてますというお話なんですよね、うん、まあ、本当に、まあ、わがままなお話で申し訳ないところでございます。一応ワイズファクトリーの経営方針について久々に真面目に話したどう？めいめい花子それはいいです。じゃあ今日はね、まあ、こんな感じで、はい、一本撮らせていただいて、はい、ピーさん今日は時間大丈夫なの？大丈夫ですよ。たまには飲む？飲み行っちゃう？貸し替える？買います？貸し替えますか。じゃあだからカラオケ、この前だからカラオケやりたいって言ってたじゃん。行っちゃう？どこ行く？いつもどこ行きますか？じゃあいつもどこ行きましょうか。了解です。バワイズ？バワイズでいい？じゃあちょっとじゃあ貸し替えてカラオケでも行きますんでね、うん、はい、じゃあまた次回の動画にもお付き合いください。お疲れ様です。